こんばんは。リサスタッフ、ヒレの波乗りラジオ。波乗りラジオ。なんか、早くいつも行っちゃってるからね。リターンサーファーにお届けする、全国のリターンサーファーにお届けする、波情報ラジオです。この番組では、本日の波情報ラジオじゃねえよ。波情報と、明日の波予想、そこに一言付け加えて、いつも大体10分ぐらいでお届けしていますので、下げて聞いていただけたら嬉しいです。いやー、やっぱね、出だしからね、つまずくってよくありますな、自分の場合。いかんいかん、ということですね。今日は日曜日、正月の日というところでね、先週と打って変わって気温がね、落ち着いてくれましたね。過ごしやすかったように感じますが、また暑くなるらしいんでね、体調管理十分に気をつけたいところですね。まだまだ暑い日続きますからね。それではね、今日は総括の日なので、全国波情報ですね。それからね、振り返っていきたいと思います。ではまずはね、本日の振り返りからですけども、前線と低気圧は春が東の海上へ、その低気圧からのうねりっていうのがね、続いてますね。で、高気圧も西に消えていきました。で、日本海側うねりはね、落ち着いてます。太平洋側は低気圧からのうねりですね、その春か東の低気圧からのうねりが続いてくれて、高まったエリアも一部ですけど、あったんじゃないかなと思います。風は気圧の変化がないので、とても穏やかエリアが多かったですね。で、今日ね、日曜日なんでね、楽しめた方多かったんじゃないでしょうか。ただね、混雑してたかなっていうのはちょっとありますけどね。晴れか東の海上、明日ですね、明日の波予想、明日は晴れか東の海上の低気圧からのうねりが続きます。本州とその低気圧の間に高気圧が張り出すので、太平洋側はね、うねりがね、上がってくれるかもしれないですね。ちょっと明日出る、明日にうねりになるかっていうのはちょっと微妙なところもありますけども、出てくれるんじゃないかなと思っています。それとは別に、新たに大陸から低気圧が大陸をね、移動してくるんですね。その影響で日本海側はうねりに変わってくれるかもしれないです。風は新たに発生した大陸を移動する低気圧の影響で、強めに吹いてしまうエリアが出てくる。出ちゃうかもしれないですね。ということで、明日の出戻りサーファーエンジョイレベルは星 3.5 ですね。風がね、一部エリアでは強まってしまうかもしれません。波のサイズは本日よりね、上がるエリアはありますので、楽しめるかもしれませんね。はい、というところで今日はね、日曜日の日って今言おうとしたよね。日曜日ということで、総括の日です。そうですね。ということで、まずは、ね、1週間総括の日からですね。はい。今週はね、台風のうねりっていうのがね、残ってくれたエリアがあったかと思いますけどね。いかがだったでしょうかね。そして、ボリューム528というところでね、まあちょっとこれはね、キャンペーンのね、先週ですね、先週してたキャンペーンの話ですね。そう、29日の23時59分をもって完全終了のはずでしたが、なんと行方不明者が2人も出てしまったので、そのね、前に次第終了というところでね、告知は特にしませんけども、ページがね、見えなかったらもう埋まったままと思ってくださいね、ということでね、再度ね、海に行けなくても最短になる方法っていうのをね、募集しました。はい。もしね、このページがまだ見れたら、まだ募集してますのでね、ぜひね、ご興味ある方は見てみてください。というところでね、もしね、今これね、ラジオでお届けしてますけども、もしご興味ある方は、あれですね、メルマガですね、メルマガの方登録していただけると、そちらからね、リンク飛びますのでね、もしくはね、なんかレターか何かいただければ、こちらの方で返信したいと思います。あと1名残ってるよとかね、そういう風な話もできると思いますのでね、よろしくお願いします。そして、ボリューム529、安定で最も大事な2つの筋肉とは、というところでね、その1、というところでね、サーフィンの日々のトレーニングで知らないと、せっかく行っていることがパワーなんてこともね、あるじゃないですか。それってやっぱもったいないですよね。知識は持っておいて損はしないですからね。
特に日々のトレーニングは時間がないから効率的に短期間でサクッと行いたいところですよね。では何をどこを意識するのが効率的なのか、サーフィンの場合は特に安定性が重要になると思います。ではね、その安定性を高めるためにはね、どうしたらいいのかっていうことをね、お話ししてますのでね、聞いてください、見てくださいって感じですね。そしてね、その続き、ボリューム530、安定で最も大事な2つの筋肉とはその2ってところでね、これ続きになってますんでね、そう、今日はってか、昨日の続きでってことですね。昨日に引き続きって感じですね。サーフィンで重要な、安定を高めるために必要な筋肉の話をしています。昨日はね、お尻だったんですね。ということで今日はもう一つね、今回はもう一つと、その筋肉を鍛えるための方法っていうのをね、お届けします。はい。それではボリューム531ですね。プロテインを飲んでいる方、実はっていうところでね、お届けしていきますけども、そうですね、朝起きたらいつものルーティンでね、 EAA を、水を多めにね、いつも取ってるんですよ。それから朝ごはん、そういえばね、あんまりそのプロテインとかね、そのような EAA とか、そういうふうなね、話してなかったですね。プロテインは何を取るとかね、EAA の摂取タイミングはって、ね、気になっている生徒さんもいたので、お届けしようと思います。そして、ボリューム532、朝活ってところね。基本は朝ですよ。何をするにも朝が一番だと思っています。海も朝一ってやっぱ気持ちいいですよね。サンセットが綺麗、風が穏やか、空気も美味しい、潮がいいって、まあ時期になりますけどね、暑すぎないなどもね、あると思います。では、平日はどうですか？平日はね、仕事じゃないですか。そうすると、平日は早起きしてますか？朝活してますか？ってね、もしね、してなかったらもったいないのでね、ぜひね、こちらの方を見ていただいて、聞いていただいて、そしてね、あ、そうだね、じゃあちょっとやってみようかな、みたいなね、形で、思えてくれたら嬉しいです。やっぱね、大事ですよね、朝活。本当に。朝の本当、1時間っていうのは本当にすごくね、大事だといつも思います。はい、そして、土曜日配信分、LINE マガジンですね。それで、ね、今回 LINE マガジンでは、今回も好評だったサーファイ100の言葉よりという形で、ね、一つお届けしています。ちょっとね、LINE がね、先週ね、ちゃんと配信されなくて、でね、なぜか火曜日ぐらいに配信されたっていうね、のがあったので、ごめんなさい。はい、動きをつけますのでね、LINE の方もね、興味ある方登録してください。登録の仕方わからなかったらね、ぜひね、何かコメントとかレターとかいただければと思います。来週はですね、サーフィン三昧と行きたいところですけどね、いや、初心者レクチャーの方がね、ちょっといろいろとね、自分の体調不良から彼の体調不良とかね、いろいろあったのでね、そうなんですよ、のびのびになっちゃってるんで、そろそろ気合い入れてね、いきたいと思います。その他ね、ご質問とあればこちらに問い合わせしてくださいって形でね、問い合わせフォームとかも貼ってきますので確認してください。そうですね、こんなところですね。それじゃあね、ほんとね、今週1週間もお疲れ様でした。でね、来週1週間も頑張りましょうというところでね、終わりたいと思います。それじゃあ、明日海へ行かれる方は気をつけてサーフィンを楽しんでください。それではまた、バイバイ。